はい、皆さん、こんにちは。ドンキットです。セリーグのね、公式の方ですね、ペナント、残り少なくなってきました。本日はペナントの方をお送りしたいと思います。9月末に合わせて、多分試合数が残りね、もう10試合ぐらいになったんじゃないですかね。まず記録室の方で、残りの試合数を確認しましょう。現在ですね、試合数、もう切ってますね。もう残り8試合となりました。ということで、本来ならば、9月の、頭の時点ですかね。で、もうね、3位の巨人、クライマックスシーズンのところですね。ゲーム差がね、9ゲームか10ゲームぐらいあったんじゃないですかね、確か。あったんで、で、その時5位だったんですよね。で、展開によってはもう飛ばそうかっていう話にもなったんですが、ここに来てですね、中日ドラゴンズが快進撃をしてます。現在、借金7ですが、かなり今勝率で上げてきました、こういうのも。で、阪神を抜いて今4位まで上がりまして、なんと巨人と2ゲーム差まで続きました。すごいですね、これ9月。9月が本当にね、素晴らしい試合なんですよね。展開が。ちょっとそれの辺のね、確認したいと思います。9月、多分9月後まだ結構負けたんだよね、この連戦の時にね。これこの辺ぐらいか。勝ち出したのは。あ、そうか。9月が怒涛の勝利やった。なんで、この9月入る前の巨人の3連戦の1回負けてからの2連勝から始まって、これ1、2、3連勝で引き分け挟んで5連勝まで行ったらね。5連勝して1回負けて、ちゃんと阪神2連勝して、で、ヤクルトでも1回勝って3連勝なんですね。5連勝、引き分け挟んで5連勝、1回負けても3連勝。で、ヤクルトでこれ負けて、巨人に負けて2連敗はしたんですが、こっから巨人にもう一回勝って、1回勝って、で、横浜に連勝2、3、巨人に勝って2、3で、5連勝中ということですね。こう、連勝が連勝が止まんないですよね。で、その間にね、巨人と阪神がね、上位チームにね、順当に負けてくれたりしてるんでね、順当に負けてるんですよ。で、あと、中日は巨人戦に直接対決で3勝1敗とかぐらいで今行ってるんで、それも功を奏して、今巨人がね、と阪神がぐーっと落ちてきて、一気に、巨人もともとせっか9月の時点ではもう1位と多分10ゲーム差ぐらいとかまで縮めたはずなんですけど、もう今ね16ゲーム差まで落ちました。ということで、現在1位と、あ、1位は4位ということで、まだまだクライマックスシリーズの可能性は8試合ですが、全然あります、この2ゲーム差は。ということで、で、多分巨人戦はまだ残ってるはずなんで、全然十分、可能性あると思います。あ、巨人戦はもう残ってないか。あ、巨人戦は残ってないかな？すいません。巨人戦多分もう残ってないんで、まだ他力本願の可能性ありますが、まだまだ可能性あるんですよね。じゃあパリーグの方はもうソフトバンクはもう完全に優勝決まったんですね、とっくに。忘れてましたけど。で、西武と日ハムが順当にって感じですかね。まだまだセリーグの方は優勝争い、それからクライマックス争いはまだ見逃せませんということで。でですね、あ、そうだ。今日から名古屋ドームと、で、横浜との2連戦ですね。こう横浜、前回その横浜の鬼門の横浜戦で連勝したので、今この波乗ってんでね、ここで、せめて1勝1敗だね。で、切り抜きたいですね。巨人広島戦なんで、2連勝多分しないと思うんで、ここは1勝1敗で切り抜けたいと思います。で、前回巨人と直接対決で、2対0、3対0、両方とも完封勝ちしたんですが、実はこの3対0の試合、これ、確か点数は確かね、あるイニングでホームラン構成で3点取ったんですが、なんとこの試合で、先発した、佐藤優選手ですね。ずっと覚醒状態待ったんですが、勝ち投手取ったどころか、なんとこの試合、ノーヒットノーランを達成しました。おめでとうございます。それでですね、すごいですよ、ノーヒットノーラン。161球のね、5個のフォアボールの1個エラーで、161球の熱投でね、見事抑えました。その佐藤が、能力見ましょう。球速がね、現在113まで上がりました。で、コントロール、スタミナも、もう C になりましたね、これで。で、変化球もシュートが1個上がったんで、かなり、先発級になったんで、ちょっと彼を、来年以降はちょっと先発でね、ちょっと育っていきたいな、っていう感じですね。で、今日は、横浜戦ということで、
まあ、佐藤が前回投げて、まあ、一応休憩は、休みは2日入ったんで、先発ほとんど休、まあ、休めてるんですが、まあ、あちらですかね、勝ち頭。でね、今、11勝4敗。で、今、最優秀防御率が、微妙にこう、菅野とのいい争いをしてるんで、ちょっと彼に投げてもらいましょうかね、今日は。さあ、そして、今日、横浜戦。まあ、名古屋ドームなんでね、ホームで、1勝はしたいね、最低でも。さあ、ピッチャー向こう、石田です。左の石田。ということは、ちょっと今日、あっちら投げさせるんで、やっぱキャッチャー杉山に行きましょう。まあ、最近、佐藤やら、あっちらやら、ちょっとスタミナが C とかの人が多いんで、キャッチャーちょっと、キャッチャー能力 D のちょっと、杉山をちょっと最近スタミナで出してますね。まあ、長年と、木下はバッティングいいんですよ。ちょっとね、キャッチャー能力 E なんでね。それから、アシュレイ、セカンド、ショート、壁沢で、どうしましょうかね。T5 番。ゴミのも打ってんだからね、ちょっとね、覚醒してほしいけどね。で、今日は6番はどうしよう。6番は、なんかみんな調子悪いんだよな。難しいな。このあったらなんか北田でもいい気がするな。それか守備を見込んで阿部ちゃんか。まあ阿部ちゃん打ってるしな、実際。まあまあ、北田今度の代打でもいいか。ちょっと阿部ちゃんを入れちゃいましょう。でちょっと守備を固めよう。北田はね、肩いいけどね、守備力がちょっと劣るんで、だったらサードに亀沢を回すっていう手の方がいいと思うんですね。これ行きましょう、打順は。はい。ピッチャーはあちら。さあ、これね、誰もが思ってなかった展開ですよ、これ。もう本当だったら、もうね、あのペースだったらとっくにもうね、今はもう、クライマックスの、進出を逃して、もう完全にもう秋に向けてっていう戦い方だったんですが、まさかの怒涛の連勝でね、引き分け挟んで5連勝し、すごいよね。引き分け挟んで5連勝しての3連、1回負けて3連勝、2連敗してからの5連勝ということでね。ここまで勝率上がるとやっぱ確かにね、いいですよね。確かに可能性残しますよね。さあ、ここ先頭の梶谷、よし、ゲイ。フォークで三振。おっと、柴田歩かした。やっちゃったよ。ここゲッツー取りたい。よし、オッケー。よしよしよし。さて、4番つこう。よし、オッケー。うん、まず最先いいんじゃないですか。オッケーオッケー。さて、打線伸ばすね。さあ、大島。最近大島悪くないからね。ここはセカンドゴロ。カメラはちょっと大体下がってきたけど、まあ安定しますよね、27ぐらい。はい、あ、惜しい。惜しいよ。さあ、アシュレイ。力を受け。まあ、確か横浜もね、優勝を目指すっていうのは負けられない戦いですからね。そうそう簡単に勝てるような相手じゃないですが。これやばい。悩んだ。惜しい。さあ、ディメンドキ。よし、引っ掛けた。よっしゃ、ショー、ロック、ヨン、サンゲツ。よし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 。オッケー。そうやって倉本。よっしゃ、写真。よし、いいぞ、アーチだ。悪くないよ。オッケー、オッケー。さて、4番のゲレロ。流したうわ、ノブス守備範囲。いやー、いいねー。うまいな。いったー !T、嘘 !T を打った。しゃあ、相性普通でしたか、今のは。第14号。何げと。率は低いけど、ホームランはやっぱ打ってきたな。T は。
途中で2軍に落ちるとかね、控えに甘んじるっていう日がありましたが、いやー、ティーがこう粘ってますね。ないわ、千代の。さあ、って今日スタメンの阿部ちゃん。ここは低めのボールを打って、ツーアウトかな。うん。次は、よし、歩いた。よし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 。さあ、手荻野隆。いやー、次ピッチャー変わったらちょっと嫌だね。ただか、T 岡田がホームラン打って、よしよしよし。一体で先生です。さあ、そして、ここは飛ばしたから、おい、いいねー。いいぞー、あちら。あ、やばい、嘘、うわー、ピッチャー石田に取れた。マジでちょっと嫌な、信じられない。おーい、ちょい、マジかい、マジでマジで。オッケー、よしよしよし、オッケー。さあ、ロペスちょっと集中しよう。ロペスさよ、よし、オッケー、引っ掛けた。ここは足で、よっしゃ、落ち着いて、よし、ピンチ脱出。危ない危ない。あ、これで、アチラが抜いたね、ボゲーズ。よしよしよし。このままゼロ乗せれば。前回はね、9回にね、無駄な石ってしたからね、ホームランで。ちょっと今回アチラ慎重に来たよ。さあ、どうしまん。よし、これはいいことだ、長打コースだ。よし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 、おしまん。よーし。さあ、大下俊足で二塁へ。よーし。チャンス。チャンス、チャンス。さあ、で、亀沢は。よっしゃ、亀沢、ライト落ちろ。ああ、惜しい。落ちない。これ足で。流したが、うん。ショートゴロ。いやー、くそー、追加点なんつ。さあ、つって、4番つごう。ああ、まあ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 、シングルな、オッケー。シングルオッケーよ。さあ、で、桑原。これは、うわー、なんだ、しぶてえな、おい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 。やべえな、これ。さあ、踏ん張れ、ここは。よし、オッケー、ワンアウト。よしよしよし。怖いな。集中。よし、オッケー、ナイス、逃し。よしよしよし。よし。頑張れ、飛ばしだ。よし、オッケー、踏め。なんか踏めはいいのに。よっしゃー、よしよしよし。危ねえ。特に一発勝負をちゃんと温存できた。ちょっといや、使おうか迷ったんだけどね。よかったよかった。さて、ゲレーロカーです。ショートゴロかー。いやー、石田もやっぱ崩れないな、そうそう。そんなに崩れませんね。あー、で、先の T 岡田に一発勝負、やっぱ警戒しますね。まあ、俺的にはありがたい。よしよし。さて、阿部。いやー、阿部はいいねー。前々から言ってるけど。うん、いい起用に答えたんですよ、ちゃんと。もちろん、オッケー。ここ、あ、打ったか？あ、打った、打った、打った。嘘、マジで？さあ、1塁。あー、ここは、大木の、繋いでほしい。大木の、打った！よし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 ！これもう、アビビピッチで終わるから。あ、僕、お、タイムリーか、これ。はい、大木のタイムリー！よっしゃー！よしよしよし。覚醒に向けて、大木の。よしよし。いいね。今シーズン、ロッテから移籍しましたが、ダイソーだけじゃないところを見せましたね、荻野。うん、まあ、ここはアウトですが、よしよし。これは、荻野、ナイスタイムリー。ていうか、よく杉山が二塁から戻ってきた、あの辺りで。ナイス、ナイスラン。あ、杉山じゃない。あ、杉山だよな。あ、じゃあ杉山じゃないか。阿部ちゃんか。阿部ちゃんよく戻ったな。足、でぐらいだね。マジか。
アメちゃんナイスなんだな。よし。よし。はい、三振三振よし。今日アチだ全開だ、これは。エンジン全開。オッケーオッケー。お、今んとこね、トータが噛み合ってますよ、素晴らしく。いいよ。よし、歩いた。よし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 。オッケーよ。よし、ここはちょっとエンドラン行きましょう。あ、バカ！おし、大島よく当てた。よし、大島はナイスラン。よしよし。ここは、外角。おし、歩いた。よし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 。さあ、ゲレードは、ドカンといっちゃえ。あーバカーゲレロー、ゲレロー、いやーチャンス潰した。いやー追加点ならず。さあ、ここ3番のクリーンアップから、ここ大事、ここのピッチング大事。よし、オッケー、 P、 よしワンアウト。さあ、レッツゴー。あーやっぱ打つか、彼はグーくそー、ちょうどコース。いやー、そうそう簡単にいけませんね。うん。で、いきます。まあ、ただ向こう一発勝負使ってるから、まだ大丈夫。あ、嘘！やばい、やばい、された！大島、走れ！大島、取れ！取れ！うわ、やきちー！ナイスプレー、今のは。よしよしよし。オッケー。よし、これじゃあ、ウォッチで使おう。おい、マジ？おい、なんで？なんで？うわ、無駄に使った。最悪。とか、これで失点しちゃったから、うわ、防御率また上がっちゃったよ、これで。ああ、やばい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 。ゲレロ、ゲレロ。ああ、ちょっとやばいよ、これ。ちょっと何やってんの？うわ、音坂来たな。ちょっとあちらちょっと早めに変えよう。ちょっとこう、ここは左、こう早めにちょっと岡田出そう。あー結局また微妙なチッチングで終わっちゃったな。あ、嘘でしょ。あー嘘。いやー同点、特に同点。なあ、やめやってんねん。あーやばいぞ、これ。くそー、やばいぞ、やばいぞ、これ。よし。追いつかれたー。特に意外と今の連打だったから、ちょっとスタミナ削っちゃったな、今の。早期コマに繋がっちゃったよ、あちらが。あー、できちゃすなだ。さあ、今回 T から。ここはちょっと、やかいな、ちょっと、厳しいぞ。お、あ、ブーツ？あー、惜しいな。うん。杉山。よし、杉山。うん、走れ、杉山走れ。おっせー。やばい、流れ悪いな。あー、岡田は、ちょっともう一人いてほしいな。ああ、ダメか。なに、ここバントだ、絶対バントだ。あ、違うか、バントだね。よし、オッケー、ナイス。よし、これでかい。オッケー、オッケー、オッケー。あー、ロプスか。おい、もったいないよの。ああ。やばいぞ、これ。あ、嘘！あー、岡田！いやー、最悪。いやー。まあ、それ、ここで勝利落とすと。いうの嫌だよ、これ。よし。うわー、岡田が避難食らった。ちょっとこれ責任持って。よし。いやー、2点ビハインドになったか、これで。うん。まずいな、これ。いやー、ほら、来ちゃったよな、パットンとか。さあ、荻野、今日ヒットってやつがね。
負けたらダメか。さあ、岡田交代。ここはちょっとあれだな。逆境男通過。逆境。藤井。さあ、行け、藤井。何に弱っ。なあ、引っ掛けやがって。ああ、行くぞー。完璧だ、ピッチャー。さあ、ここピッチャーは、そうですね。ソベでいっか。ソベでいきましょう。だってこれ以上失点はちょっと避けよう。まあ、中継ぎ陣は一応安定しますから。よっしゃー、宮崎三振。オッケーオッケー。よし。これもセカンドフライかな。よし。さあ、立ち番。川本。よし、引っ掛けた。これは壁沢。よし、ゲイ。よしよし。さあ、ここね。20番からの高田陣。さあ、ピッチャーは？さあ、三上、1.04。いやー、防御率1点台。すげえな。あー、落ちろ、落ちろ、落ちろ。無理か。うん。さあ。いやー、苦しいなー。さあ、で、ゲロ。いやー、くっそー。一発すらでね。あー、くそ。あー、ダメか。よし、祖父やな、引き。よし、ここは、左が続くということで、エツコマ出そう。エズコもね、終盤は、9月は結構いいピッチングしますから。よし。あー、バカ歩かした。あー、もうバカ何やってんね。こう走りそう。違った。あー、無駄に走らせる警戒しちゃって。あー、バカだな。よし。オッケーオッケーオッケー。よーし、さあ、打つ後。よっしゃー、オッケー、エツコバー、ナイスチー。よし。よし、これ9回繋いだ。さあ、代打ピッチャーは9回。平野か。3.44 だから、点数を取るチャンスはあるけどな、まだ。さあ、T、今日はもらってる。いやー、フォーク！ちょっとアブヤ変えよう。こうまず、塁出ないといかんからな。ちょっと強打。内野安打に期待。せめて。さあ、打て。いやー、マジか。やべえ。杉山じゃダメだな。とりあえず、繋がる。塁出ないとあれだしな。よし、来たでこ。まあ、とりあえず、こう、塁は出たけど、あー、厳しいな。大木ので一発ねえしな。パワーヒッター。荒金か。回の一発でかけるか？ホームランになるかどうかわからんが。ここはボール球を狙いつつのって感じだな。ボール球たまに、高めが、あー、なんで僕溜まってたんかい。あー、くそ。これしょうがない。いやー、負けたかー。これ巨人がちゃんと順当に表彰に負けてくれればいいんだけど。
さあ、どうでしょうね、巨人は。よし、大量で負けてる、大量失点で負けてる。あ、けど阪神勝ったか。あー、すごいな、この混戦は。いやー、2ゲーム差内に3チームということで。いや、わかんないね、これ、本当に。はい、佐藤はノリノリで亡くなりました。はい。くそー。はい、ということで、残り7試合残して、これで、巨人と中日の差は2ゲームということですね。まあ、けど、まだわかんないね。次。ここでね、まあ、阪神は多分ヤクルトなんか勝ってくると思うんで、中日は勝って、巨人負けて、こう1ゲーム差しましょう、まずは。で、ちなみに、そしてそれの後に、広島戦か。いやー、ここは厳しいな、今週は。もう、せめて、まあ、11位なんかこれでも対戦終わるはずなんで、せめてこう今日勝って、あと次の日これ勝って、で、広島も一勝一敗に最低すれば、まだ勝機あるって感じですね。うん、はい。ということで、次回、いよいよ、クライマックス。クライマックスじゃ、クライマックスシーズンじゃないですよ。シーズンのクライマックス、をお送りしたいと思います。それでは、ありがとうございました。